はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスパート7やっていきたいと思います。で、今回でこのジークデントリデをクリアしてチャプター1が、終了するところまでやっていきたいと思います。じゃあこのままジークデントリデ進んでいきましょう。編成に関しては前回と同じになります。投げる剣術、オートポーション、格闘、ムーブプラス2。てか何も投げらんないよねこの忍者。まあ投げないからね、そもそもひたすら格闘で突き進んでいくという。でも火力めちゃくちゃ高いからね。ジークデントリデ、雪が降っている。さっさとここを立ち去るんだ。この娘がどうなってもいいのか。おかしな真似はするなよ。この砦出の中には火薬が5万と積まれている。お前たち全員を吹き飛ばすだけの量はたっぷりある。分かったらさっさと行け。我々北天騎士団は貴様たちの脅しなどに屈したりはしない。兄さん、アルガス、ティータ、兄さん早く引け。さあ構わん、やれ。はっ。何のつもりだ。別にさ、ティーター撃つ必要なくない？グラコラスだっけ、名前はもう覚えてないけど、あいつ先にやってティータはもしかしたら、まあ、生き残るかもしれなかったっていう選択肢はあるけど、アルガス的にはまあでも邪魔なやつから先に始末したっていうそんな感じかね。ザルバック将軍閣下、参道に新たな敵兵が出現しました。人数は50人ほど。ウィーグラフらしき顔を見かけたとの報告です。50人、そう、規模が大きいのか小さいのかよくわかんないんだけど、でもまだ残党にしては50人残っているっていうのはどうなんだろうね。こっちは2人で突き進んできたからね。クソ、まだ生きてはいるか。ティータ、どこへ行こうって言うんだ。アルガス、なんだ、やろうってのか。いいだろう、相手になるぜ。兄さん、どうして、どうしてティータを。さあかかってこいよ。家畜は所詮家畜だってことを教えてやる。仲間を呼んだ。ってかアルガス、いつの間にこんななんか偉くなったの。仲間を引き連れるほど。剣士アルガスを倒せ。全員ぶっ倒していきましょう。多分アルガスだけ倒すとそこで終わっちゃうからね。クロマ同士の魔法とかね、継承していきたいんだよね。なぜだ、なぜこんなことをする。アルガス、お前の兄貴の命令だぜ。なぜはないだろう。たかが平民の小娘のためによ。お前は騎士団の誇りを捨ててあいつらの要求を飲むというのか。ティータはディリータの妹なんだぞ。いい加減に気づいたらどうだ。違うってことにな。生まれも違うならこれからの人生も全く違う。宿命と言ってもいい。やつとやつの妹はここにいてはいけなかった。花でも売って暮らしていればよかったんだよ。先にここ行っちゃうとね、ダメージどれくらいなのか確かめたいけど、あの移動はやり直しできないんで、先にこの黒魔同士を始末しましょう。68だったら余裕でしょう。アルガス結構ヒットポイントあったね。68じゃ倒せないかな、あの黒魔同士じゃなくてアルガス。魔法系は結構厄介だからね。ラムザ、お前はどうなんだ。なぜ俺と戦う。俺に剣を向けるということは北天騎士団を裏切るということだぞ。しかしこんなこと許されるっていうのか。筋金入りのアマちゃんだぜ。なぜお前なんかがベオルブ家に。ナイトか。あれ、これってさ、あ、違う違う違う、俺アルガス弓使いにしてたもんね。自分のやつが反映されてるわけではない。あの死体があるからこっちに来れないんだけど、このナイトたち。
一体ずつ始末していこう。アルガス対ディリータだな。殺してやる、殺してやるぞって。70% か。いい勝負をしそうだな。こいつは魔法打ってくるよね、やっぱり。サンダラ早い、しかもサンダラがグオー69すげえ食らう。ただ全回復したけど、やっぱり魔導士系厄介だ本当に。僕だって好きで生まれたわけじゃない、それが甘いって言うんだよ。自分に甘えるな。ビオルブ家は部門の棟梁だ。トップとして果たさなければならない役割や責任がある。お前でなければできないことがたくさんある。それができない奴の代わりに果たさなければならない。利用されるだけの人生なんて真っ平だ。利用されるだけだとふざけるな。ベオルブ家がベオルブ家として存在するために俺たちは利用されてきた。いや、もちろん俺たちだってベオルブ家を盾としてその保護の下生き続けることができた。そうさ、持ちつ持たれつの関係を築いてきたんだ。そうやってお前は生きてきた。利用されるだけだと。お前は親友と称するディリータでさえ利用してきたんだ。僕がディリータを利用してきた。まあ利用はしてるよね、一人じゃいけないから。今こうして二人で戦ってるからね。よし、 100% だから倒せるは倒せる。あとはナイト3匹、3方向からは。これ何、結構食らうな。オートポジション発動しない。ジギーは攻撃できないね。お前だって俺を利用するためにマンダリア平原で助けたんだろ。バカなことを、目の前で困っている人間を放っておけるか。だったら次からは捨てておけ。友好的な人間だけとは限らんからな。悔しいかディリータ、自分の無力さが悔しいだろ。だがそれがお前の限界だ。平民でのお前には事態を変えるだけの力はない。そうだ、そうやって嘆き悔しがることしかできないんだ。はははいい気味だぜ。言いたいことはそれだけか、アルガス。そう生きり立つな、ディリータ。すぐに妹の後を追わせてやる。俺はお前の言いなりにはならん。誰にも利用されん。どっちが勝つかな。アルガスってさ、なんでナイトでさ弓装備してんの、そもそも。これ敵のアビリティって見れたっけ。でも火力はやっぱりディリータの方が高いよね。所詮弓の攻撃力だから。やばい、これ発動しないと危ねえ。2回発動しないともう死ぬね、これ。横からで 81% か。ちょっと待ってね、このアルガスを見てみましょう。あれ、ステータス、あー、自動級装備、オートポーション持ってんじゃん。ブレイブ32しかないね。 32% か。戦技剣術オートポーション自動級装備ムーブプラス1。ナイトキラーってさ、なんでいいの持ってんの。そんなバルビューダチェインメール、ザルバック兄さんからお借りしたのかな。アルガスってどれくらい普通に偉いんだろうね。よし、こっちも倒す。72が 100%OK。 いやー、これほんと二刀流なかったら無理だったね。でもで前向こうで、こいつも攻撃の射程には入ってきたか。ここ入ってくるんだ。チャージ1、いいね。あと3発多分。その間に誰かクリスタル化してくれればな。お、こいつは攻撃の射程に入らないでしょ。30、うお、ガードされたか。こいつがゼロになるね。その間に一体ずつ倒していこう。後ろ、あれ、また回ってきた。はや、忍者超速いんだけど。防御か、どれくらい減るんだ。全然減んなくね。っていうか回避率が高くなってる、そういうこと。無駄だったな。あとはクリスタルを回収しよう。ディリータとアルガスの戦いを見ながら。
これティータとかってフェニックスの使えないのかな。40、おーすげえいい勝負してんね。オートポーション発動されたらちょっともうディリータ勝ち目ないよね。宝箱かーい。大丈夫かディリータ。いや結構厳しい。俺に構わなラムザ、アルガスの次はお前の番だ。ディリータ、あ宝箱回収しましょう。アイスロット、行動するものはないからね。チャクラでディリータを回復させてもいいけど、ここは1対1の勝負を見守りましょう。あと3発食らったら死ぬ。もう1発耐えられる。あポーション使うか、もしかして。逃げてきた。宝箱かよ。アイスロット同じだ。速い、マジで速いだよ。何なのこのラムダの速さ。すげえ逃げてんだけど。じゃ俺の方に来るぞこれ。別にいいんだけどさ。あ30結構食らうと思ったら回避して、ちょっと待って。ディリットさん、あんだけ威勢のいいこと言っといて俺に押し付けるとは。あクリスタルになった。あれアルカスに取られそう。あ早い、さすが忍者。継承ヘッドブレイク、まあ継承できるものはしておきましょう。暗黒騎士で必要だからね、あのナイトのやつは確か。あでもこれディリータこのまま向かって57か、完全に逃げてんな。ディリータお前そんなんでいいのか。俺がこのクリスタルを継承してもうアルガスをぶっ倒す。あ継承できるもんがなかったわ。90とかすげえ減るんだよ。こいつ一番弱くね。回避率は高いけどね。ゲゲひで2回かわされるのとか。ディリータやられたかこれ。仇は俺が取ってやろう。妹と安らかに眠ってくれ。横はまあそれなりか。復活したディリータ。クソお前たち軟弱どもにやられ。これ完全に撲殺したんだよね。普通に殺害するからね。8900円。クロマドーシーのアビリティ継承したかったな。ディリータ。なんだディリータ、ここは危険だ。最終的にあいつが火をつけたのか。こういうシーンさよくあるけどさ、もうなんか絶対死ぬでしょっていうところでさ生きてたのっていう。他のゲームでもさあるけどさ、どうやって生き延びたのかさ、そう過程知りたいよね。僕は今まで当然のように生きてきた。その当然が崩れた時、僕は全てを捨てて逃げ出した。というところで、じゃあチャプター1が終了しましたので、今回はこれで終了していきたいと思います。
次回から、チャプター2ですね、入っていきます。アグリアスとかガフガリオンとか最初の方はいた気がしますね。まあ、いつまで経ってもなんか完全なる一人旅にはならないけど、まあ、ただアグリアスとかね、仲間になったらすぐ除名するんでかわいそうだけども。まあ、そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。